泉原康二は、日本の政治家、実業家、自由民主党所属の元衆議院議員、泉工業株式会社代表取締役、甘崎青年会議処理次長、自民党甘支部支部長、自民党国会対策委員会委員などを歴任、兵庫県甘崎市出身、大阪商業大学省経学部を卒業後、産業廃棄物処理会社、 泉工業の代表取締役に就任した。甘崎青年会議所の理事長などの役職も務めた。1990年2月18日の第39回衆議院議員総選挙で、旧票を2区より無所属で出馬し、落選した。2003年10月、環境大臣表彰を受ける。第42回衆議院議員総選挙と第43回衆議院議員総選挙にも、 出馬したが落選。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙にて自由民主党の比例近畿ブロック単独44位で出馬し、辞典となる。その後、鍵田中米が奈良市長選挙出馬を表明し議員辞職したことに伴い2009年5月20日に中央選挙管理会が協議を行い5月21日の 国示をもって繰り上げ当選となった。当選後は自由民主党の国会対策委員会にて委員を務めた。同年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では落選、議員在職日数はわずか2ヶ月だった。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙にて自民党の比例四国ブロックに単独14位で出馬し、当選。 国政に復帰した。この選挙では、当初、泉源は比例近畿ブロックで届け出られていたが、自民党は工事後に選挙区を差し替えた。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、比例名簿から外れ、立候補しなかった。ありがとうございます。